日本は縦社会の国だとよく言われます。私たち日本人はどんな場にいても自分がその中でどの辺の位置にあるのか無意識のうちに考えているんじゃないでしょうか。ですから言葉も尊敬語があったり謙譲語があったりする、これはもう勉強しましたね。さて外国人にとってこの縦社会というのはどんなふうに映るんでしょうか。私がこのテキストの中で書いたのは、まあ、日本というのは得意なものとよく言われている、そしてそれは異民族によって支配を受けたこともないし国境線もないからというような理由を書いてみました。ここでは十分に外国人の方とディスカッションしながら授業を進めてみたいと思っています。ではモデル授業をご覧ください。日本の社会ってよく縦社会って言われますよね。どうして日本は縦社会なんでしょうね。よく言われるでしょ、ええ、日本は縦社会、うんうん、どうして言われるのか、じゃあ読んでみましょうか、うん、今度は誰から、こっちから行きましょうか、ね、うん、はい。日本の社会は世界でも得意なものとよく言われる。それはなぜであろうか。日本は地続きの国境線がなく、異質文化を持つ異民族によって支配を受けたことがない。国籍、人種、宗教、言語、生活様式などが似ているというね、似通った社会を形成している。漢字よく読めますね。はい、テリンさん。この社会は細かな縦関係によって分かれられる、分けられる、うん、同じ実力を持つ会社員でも年齢、入社年始、年次、勤続期間が長いが短いかなどによって序列ができてくる。そうですね、はい。ティム、だから日本人は自分が、序列などの、序列のどの一場、どの位置にいるかを常に意識して行動している。言葉に敬語や何でしょう、これね、謙譲語、うん、なるほど。敬語や自分が下になった時の上の方が相手が偉くてね、はい、自分が下になってる言葉ですね。謙譲語が存在するものそのためだし、結婚式の、席順やスピーチの発言順までが常に、序列を意識して行われている。まあ、日本の社会の中で特に、まあ、この場合は縦社会についてお話したいと思ってるわけですけどね、さっき言ったようにどこの国にでも、まあ、社長がいてだんだんこういるわけですよね。でもなぜ日本がこんなに縦社会って言われるか、次のところね、縦関係とは何ですか、どのような関係ですかっていうことでね、ここに例えばスピーチの順番が決まってるとか、私たちがねどこにいても、例えば私が大学の講師室にいるとね、例えば前にいる先生と横にいる先生とね、こっちの先生は私より若い人、でもこっちにいる先生は私より偉い先生、こっちに話す時とこっちの人と話す時は言葉が違うんですね。多分態度も違う。そうですね、その辺すごく気をつけてるんですね。だから日本人は全部、多分全部の日本人がね、いつどこでもね、こう縦の関係を意識してると思うんですよ。ではこれはどうですか、縦関係を意識した日本人の実際の行動というので、お歳暮とかお中元とか、まあ、偉い人にどんどんあげますよね、お世話になってる。これはどうですか。アメリカではそういう習慣ないと思うんですね、うん、似たようなものがあればないでしょうね、全然ないです、ね、うん、クリスマスプレゼントなんか本当にあげたい人にあげます ね、気持ちを込めてね、ちょっと日本の場合はそうでもないですからね。クリスマスカードぐらいが、まあ、
ちょっと、会社の人に一応出してあげるとか、うん、そういう普段あんまり会ってない人にもやっぱり送るわけですね、うん、なるほどね、はい。日本の社会が集団主義だと思われる実例ということで、私はここに社宅とか、社宅って分かりますか、はい、うん、会社が持ってるんですね、うん、その会社の勤めてる人の家族は同じとこに住んでる、会社の構成施設、よく日本にはありますよね、うん、から制服があって団体旅行がある。他に集団主義だと思われること、どんなことありますか。いや、あの、それは日本人はあのいつも自分のグループに、あ、考えてる、うん、多分個人の利益のためにあまり考えない、うん、いつもあの自分のグループの利益のことを考えると思います、はい、それがやがて日本の社会の発展につながってるわけですよね。会社のために働く、うん、ね、地震が起きるとまず会社のことを心配する、うん、そうですか、うん、本当にそうなのかな、ね、とにかくそれが今の日本の社会を発展させたと言えるんじゃないでしょうか、うん、そういうことですね。だいぶその辺が違うんじゃないですか、他と。モデル授業いかがでしたか。なかなかユニークな意見、面白い意見が出ましたね。特にその中で私が気になったのは、外国人も日本の社会に長くいると常にそういう縦関係に気を配るようになるというところでしたね。そこまでいけば大したものだと思います。そしてもう一つ面白いと思ったのは、まあその日本人は集団主義だということから、日本人はあまり無理をしないでその集団主義、つまり集団生活をしているんじゃないか。例えば他の国の人が集団生活をしようとするとかなり無理がある、その辺のところですね。私はここに、あの、一番最後の行ですけれども、この縦社会が日本の集団主義を支えていると言えるだろうと書きました。日本がここまで発展したのは集団主義のおかげと言えると私は思ってるんですけれども、やはり日本人があまり無理をしないでこの集団主義、集団生活をしていると外国人が考えるところ、なかなか面白いですね。従来日本事情というと、この日本の文化が日本事情のように思われてきましたね。しかし日本事情、今は範囲も広いんですが、もちろんここで外すわけにはいきません。まず日本の音楽です。日本の音楽、私たちの周りにある日本の音楽について少し考えてみましょう。皆さんが一番耳にするものって何ですか。演歌ですか、ポップスですか、ニューミュージックですか、それとも歌謡曲。実際ここに書いたように邦楽、それからそうですね、あの三味線の音楽なんかあまり聞かなくなってますね。この辺のところも日本事情、その私ここで最近では琴でバッハのバロック音楽を演奏するなどと書きましたが、非常に変わってきているということ、ぜひ説明してほしいですね。そして一緒にカラオケでもつけながら演歌の練習してもいいんじゃないでしょうか。そういう日本事情があってもいいと思うんですよ。それからここでその音階やリズムのことを取り上げましたが、特にその日本人がリズム音痴だと言われるのはなぜかというようなことを書いてみましたね。そして音階についても、その1オクターブの概念というのが日本にはもともとなかったということ、5音階だったということ、この辺も取り上げたいですね。それから能と狂言です。この能と狂言教えるからには、ぜひ一度は能狂言ご覧になっておいた方がいいと思います。そして外国人、実際に能や狂言連れて行って見せた後で、あの、解説をするといいですね。先に実物を見ないでいくら解説をしても分かりにくいものなんですね。例えば能というのはすり足で歩くなどと言っても、すり足分からないかもしれない。それからその能が実際にはそのあまり移動しないわけですね。こういうものがあまりない、そういうこととか見ていただかないとわからないと思います。それから狂言は割合に外国人にはわかりやすいんですね。ストーリーさえ簡単に説明しておけば、例えば私は棒縛りという狂言、外国人を連れて見に行ったことありますけれども、外国人ゲラ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 笑っていました。ですからこの辺、あの、アクションも面白いし、あの、案外わかっていただけると思うんですね。それから能面についても、能面についての本が随分出ています。ですから本の中で能面についてこう見せながら説明すると面白い。あの、私は
のクラスにはギリシャの学生なんかがいるんですが、ギリシャでもその面をつける劇があるそうですね。その辺のところもやはり面白いと思います。他の国にもやはり面をつける劇がある、のかどうかというところですね。はい、もちろんこのテキストを読んで、それからあの練習問題ワークブックしていただくといいと思います。から歌舞伎ですね。歌舞伎も能や狂言と同じことが言えると思います。そしてここにはあの歌舞伎の歴史についてあの、まあ、書いておきましたけれども、皆さん歌舞伎の歴史少し調べておいてなさるといいと思うし、それから花道ですね。花道などというのもどこにあって、花道がどういう役目をしているのか、それから周り舞台のことですね。周り舞台でどんなふうに舞台が展開するのか。私はあの実際に周り舞台ですね、ストーンと落ちて仕掛けがどうなってるかというので、その1分後にはもう下の方から衣装をすっかり変えた人が出てくるというような話をしたら非常に面白がって、歌舞伎の周り舞台の説明をわざわざ歌舞伎座まで行ってしていただいたことがありますけれども、このようなところも面白いと思います。それから様式美の世界だということですね。その様式でその歌舞伎役者が一番素晴らしい盛り上がった場面で「よー」と言ってこうストップモーションのようにこう止めますね。ごめんなさい。そういう様式の世界についてもお話しなさるといいと思います。から着物について、まあ富士山桜なんとかということで、日本の女性は着物を着ていると思われがちですけれども、私も洋服を着ていますけれども、イギリスで授業した時に、どうして先生は着物を着てないんですかなんて聞かれてびっくりしました。それはある地方のことですけれども、いや日本人はそんなに着物を着ないんですね。で着物を着るのは大変なんですよ。病院に行って髪を上げたり、着付けだけでも5000円はかかるんですなんて言ってびっくりされましたけれども、あの着物、外国人にとっては日本女性っていうのは着物を着ていると思ってる人もいるようです。外国で授業するときには特にこの辺のところ、いや着物っていうのは最近特別な時でなければ着ないんですということで説明してもいいと思うんですが、ここでは普段着に着る着物とか、それからあのなぜその着物を着ることになったかということで、あの私この着物の歴史というのはごめんなさい、考えてみると、まあ、日本の女性はあまり動かないでその家の中にいるようにという発想から生まれたんだと思うんですね。特にその江戸時代なんかは封建社会ですから、家長がまあ偉くって女性はその下にいたわけですけれども、女性があまり行動的でないように、まあそういう行動的な女性はあまり望まれないということから着物が発達したんだと思うんですが、現在になってみるとその着物というのが非常に不便なわけですね。で行動するには不便なものであるということも説明したい。ですからあの農家の方たちというのは着物はあまり着ないで、こうなんていうんですか、モンペっていうんですか、そういうものが随分発展してきたとか、あの戦争中にはやはり着物というのは着ないようにしたわけですよね。やはりモンペがあったとか、いかに不便なものかというのも外国人の方に教えていいと思うんですね。はい、あ、盆踊りの浴衣の説明もしたいですね。それから茶の湯ですね。あの茶の湯はどういうふうにして始まったのか、それから豊臣秀吉のこととか、あの茶の湯の中であの一番大事なのは日本人の礼儀作法の一つとして考えられたことじゃないか。ですから精神的な面で茶の湯というのは非常に生きているということですね。ですからそういう作法のこととか精神面を強調して教えたいと思います。それから生け花ですね。英語ではフラワーアレンジメントと言いますが、その生け花とそれから外国のいわゆる盛り花と違うのはどういうところだろうかということで、その生け花、切り花の消費量はアメリカが世界第1位で日本が第2位だということですけれども、日本の場合はほとんど生け花に使われるということですね。で日本では生け花とは花を通じて自己を表現するということで、茶の湯と同じように装飾性よりも精神性が強調されているということ。それから家元の話ですね。いろいろなその何々流というのがあって、そのいろいろな家元があるということですね。それから生きている花を使うために瞬間芸術であるということ、この辺も教えたいところです。花というのは次の日になればつぼみから花が咲くわけですからね、その瞬間瞬間の芸術なわけです。
さて盆栽です。ここでは私のおじいさんの趣味ということで盆栽を描いてみました。まあその樹齢500年もする江戸松がその秋になるとたくさん、その江戸松があったり、秋になるとたくさん実をつける柿の木があったり、こんな小さな木なのに不思議ですよね。どんなところに気を配ったらいいのかということですね。それからカタカナひらがなについては皆さん文字のところでもいたしましたね。ここはもう一度思い出してみましょう。そして百人一首です。このモデル授業では百人一首学生さんたちにやっていただくわけですけれども、実際にこういうふうに遊べるものがあったら授業の中で取り入れてみるといいと思うんです。百人一首、一応百人の方が作った詩ということで簡単な説明をしてモデル授業に入ってみたいと思います。ではモデル授業をご覧ください。これは百人一首というカードなんですね。ここに書いてありますけど、100人の人が、まあ、1人ずつが一首、一首というのは読み、あの1つ2つと数えるときね、一首ずつ書いて短歌というんですけど、五七五七書いてそれをカードにしてあるんですね。で私たちはよくお正月にこれで遊ぶんです。で例えばね、五七五を上の句、七七を下の句と言います。いいですか。で上の句を読んで、本当はねそれを聞いただけでこれが取れるといいんですけれども、暗記してないと取れないんです。だから私は今下の句も読みますから、いいですか。読んだら2回そこ読みますから探して取ってくださいね、はい、それで注意するのは濁音の場合ね、ここは濁音になっていません、だからガーがカと書いてあります、ゲーはケと書いてあります、いいですか、じゃあ読みますよ、上は関係ないのね。今今といいしばかりに長月の有明の月を待ちいでつるかな、有明の月を待ちいでつるかな。これです、ね、どうして取らないの、取ってください、取っていいですか。もちろん取ってください。結構もらうね。じゃあ次ね、これ一つ取ればいくらもらうんですか。あのね、お正月の時はね、お金と関係ない、いやお金はあんまりかけませんね。例えばあのまあね、食べるものとかね、ギャンブルじゃないですよ。バージョンみたいじゃないです。これはギャンブルじゃなくて、和歌が日本人の中にまだ残ってるっていうことでね、いいゲームなんですよ。これは何の字ですか。絵という字です。絵、あのワイウエオのね、昔の絵です。他に質問ありますか。今のうち聞いてください。まあそのうち出てくるんでしょうね、絶対読めない。このケフなんてね、面白いな、と、なんだと思います、発音がちょっと違うの、いいですか、田子の裏に打ち入れてみれば白たえの富士の高根に雪は降りつつ、わあ早いですね。そうね、はい、次ね、奥山にもみじ踏み分け泣く鹿の声聞くときぞ秋は悲しき、声聞くときぞ秋は悲しき。花の色は移りにけりないたずらに我が身世に降る眺めせしまに、我が身世に降る。どれとろっとしたの。大丈夫。そうですね、はい、やったはい。春過ぎて夏気にけらし白たえの衣干す町天のかぐやま、衣干す町どっちが先。天の原降り裂け見れば春日なる三笠の山にいでし月かも。あ、そうですね、はい、いにしえの奈良の都の八重桜、今日ここの絵に匂い塗るかな。そう、それケフは京都読む、よくわかりましたね。運が良かった。足引きの山鳥の尾のしだりおの長々しよう一人かもねん。大丈夫。かもねん。そうそう、大丈夫。あら、そう。あらあらら。いけない。君がため春の野に入れて若菜摘む、我が衣でに雪は降りつつ。
早い。筒で見た、うん、あそう、あ最後見るだけでもいいんですね。でしょう、ね、あと4枚ですか、うん、こっちにどうしてこう5枚もあるの、あらおかしいな、どうしてでしょう、あるある、愛見ての後の心に比べれば昔はものを思わざりけり、こっちじゃない、そうどうぞはい、3枚、長からん心も知らず黒髪の乱れて今朝は物をこそ思え、入ってません、うん、で取るとお手つきって言ってね返すのね、あ、なるほど、うん、嘆きつつ一人ぬる夜の明る間はいかに久しき物とかは知る見せ場やな小島の天の袖谷も濡れにぞ濡れし色は変わらずおかしいわね君がためですね、思いけるかなですね、はい、これでもうしょうがない、これはもう1枚です、何枚取れました、遠慮しちゃって、遠慮して、うん、6枚、あなたは何枚だった、数えた、何枚だった、これ、うん、最後は、うん、7枚、6枚、3枚でこれね、あの本当の時はこの上の句だけ読んで下の句は覚えておくんです、そうですね、うん、それであの学校ではね、中学校ぐらいでは全部やるんです、でこれね、何の歌が多かったと思います、愛の歌だね、愛の歌、愛の歌、そうなんです、うん、100のうち愛の歌が43もあるんです、うん、あ確か43、私そうだと思いましたけどね、そうですね、うん、確か43、ね、それの次にね、季節の歌が多いんですね、例えばね、もうこの辺ずっと恋の歌ですね、恋恋、これも恋の歌、あ、この辺はね、天の原降り裂け見れば春日なる、あの三笠山っていう山があるの、どこにあります、うん、京都、奈良じゃないかしら、はい、三笠山ね、で三笠の山にいでし月かも、月が出てきましたっていうのね、うん、あのこういうのは枕言葉とかいろいろあって、あの飾りが多いんですけどね、うん、月が出てきましたっていう歌なんですけど、うん、何の歌だと思う、自然、自然って何、自然の歌、なんかあの月とか自然の歌、うん、そうそう、四季の歌ね、うん、で日本人は四季の歌がすごく多い、それが何首だったかな、皆さんのこれは四季の歌が32首なんですね、うん、こういうのいいでしょ、とっても意味が分かると面白いですよ、皆さんもあの百人一首買って勉強してください、百人一首、皆さん楽しそうにしていましたね、実を言うとこのスタジオの中できっとこれは時間がかかるぞなんていう声が出てたんです、ところが15枚用意したのにあっという間に終わってしまいましたね、初めてなんですよ、あの方たちにとってこの百人一首で遊んだのは、なかなか勘がいい、フェランさんが、いや最後だけ見てました、筒があったから取りました、私たちと取り方が反対ですね、私たちだったら下の句の最初を見るんですけれどもね、いずれにしてもよく取れたなと思ったのは、例えば古の奈良の都の八重桜、その下の句ですよね、今日ここの絵に匂い塗るかな、今日はケフですよね、ここの絵はここの絵と書いてある、匂いはニホヒですよね、その辺のところをよく見て取れたなと思います、よくこれが取れましたねと言ったら、いや運が良かったあの大人もねこうして一緒に遊ぶとなかなか楽しそうでしょ、で外国人の大人のいいところってすごくこういうところ童心に帰るんですよね、ですから授業だからと思って固く先生と生徒で授業するのが授業じゃないんですね、この日本事情もちろんディスカッションしながら語彙の量を増やしてもらったり、いろいろな自然な会話ができるようにしたり、それから内容を豊富にしたりといろいろな目的があるわけですけれども、このように百人一首遊んでもよろしいんじゃないでしょうか、日本のスポーツです、まず私たちにとって身近なのは相撲、そして野球、まああまり身近ではないけれども、やはり日本の代表的なスポーツ柔道、ここではこの3つを取り上げてみました。さてまず相撲ですけれども、相撲はこのワークブックの方ご覧ください、年に何回ありますか、本場所は年に何回ありますか、また地方巡業はどの年で行われますか、
それから力士になるためにはどのような条件が必要ですか。それから一場所っていうのは何日間あるんですか。から試合の制限時間は何分ですか。勝敗はどのようにして決定されますか。また審判は誰によってされますか。四股を踏んだり力士がまく塩の意味は何ですか。さあ皆さん、この質問に答えられますか。実際の授業では学生たちは答えられるでしょうか。まずモデル授業をご覧ください。皆さん相撲好きですか。はい、好きです。そう、本当に見に行ったことありますか。私はありません。いや、そう、僕もありません。ない、うん、2回行ったことあります。あ、そうですか。両国の国技館ですか、うん、はい、今は新国技館っていうんですよね、うん、知ってます、うん、はい、すごいんですよ。上からビデオカメラもあってビデオで判定できるようになってる、うん、1年にね、何場所あるか知ってますか。1場所、2場所、何場所あるか。6場所ですね、6場所、うん、そのうち東京で何場所あります。3回じゃない。そう、東京で3回、うん、これなんていうか知ってますか、こういうの。カド番じゃなくて。あ、カド番じゃない、あれが星取り表っていうの。星取り表は分かります。星っていうのはね、こういうの星っていうんですね。あ、そうですか。でね、こういう黒く塗ってあるのは黒星、白いのは白星、勝った時は白いの、ね、黒いのは負けた時いいですか。じゃあね、例えばね、大関の小錦は今どうですか。何勝何敗ですか。2勝1敗。ここね、大関小錦、はい、じゃあね、琴ヶ梅は何という人。琴ヶ梅、あ、聞いたことない、知ってますだけど琴ヶ梅とこれね、強い順から並んでるんですよ、ずっと、2敗1勝。そうね、そういう場合はね、うん、1勝2敗って言うんですね、普通、うん、先に勝った方を言う、うん、ね、じゃあ誰がいいかな。じゃあ千代の海は。千代の富士。あ、千代富士、うん、全勝。全勝ね、さすが全勝ですね。3連勝。そう、そういうふうに言います、うん、3連勝、ね、ここにあるでしょ、名古屋場所、うん、星取り表ってありますね、うん、こういうの星取り表、うん、でいつも新聞に出てるんです、この星取り表、うん、って分かるんですね、英語の新聞に出てる。そうですか、じゃあこれ読みましょうか、相撲のね、はい、じゃあ相撲の一番好きな人から読んでくださいなんて言って、誰かな、好きな人は誰でしょう。誰ですか。じゃあ、うん、一番好きな人ね、うん、はい、東京の両国に新国技館がある。1985年に建てられたもので、相撲の伝道とでも言ったら弱いだろうか。1年に6回ある本場所のうち3場所、つまり小場所、初場所って言います、初場所、1月のね、夏場所、秋場所はここで、また春場所、3月は大阪、名古屋場所、7月は名古屋、九州場所、11月は福岡で行われる。そうですね、ここまでさっき言いましたね。はい、じゃあ続き、テリンさん、はい、もし興味をお持ちなら、ぜひ、ぜひ、うん、ぜひ、相撲を見に行かれると良い。人気のある日本の国技だけに良い席はすぐに売り切れてしまう。100分は一軒に引かずのことは通り、どんなに後ろの席でもテレビで見るよりはずっと楽しめるだろう。そうですね、テレビだとやっぱりね、こう画面で見るでしょ、空気がわからないんですね、みんなのわーっていう声とかね、雰囲気とかね、うん、じゃあ次のとこ、競技の場になる、これね、土俵上、土俵上に力士が登場した、うん、普通の日本人よりずっと大きい、力士になるためには、義務教育を終えたもので、身長173センチ、体重75キロ以上なければいけないそうだ。もちろん、体
体格、体格が良いだけでは力士になれない。力士ですよ、力士、うん、辛い、訓練を練習を重ねてやっと、土俵に上がることができるのだ。そうですね、はい、じゃあ次のところどうぞ。力士はいつも曲げ間を結んでる。これね、言っているっていうね、曲げって知ってますか？ちょん曲げの、そう、ちょん曲げの曲げ、うん、頭ね、うん、それから言ってるですか、うん、頭を言うって言うんです、うん、ね、女の人がよくこうやって上に髪を上げたりするでしょ。言うという動詞です、うん、そして土俵に上がる時には、うん、腰の周りにいる鮮やかな回しを締める、うん、回しは知ってますか、うん、そうですね、うん、あれ回しを取ってよくやるでしょ、うん、ね、化粧回しもあるんじゃない、ん、化粧回し、化粧回 し, 化粧回し、そうそう、化粧回しもあります。ここにいっぱいこうぶる下がってるね、うん、なんか色が、あんまりなんか誰ですか、あの茶色の回し一人しかいないんですね。大十山ですかよく知って、なんか彼だけがなんか変な色の回し、グリーンとかが多いでしょ、うん、ね、紫とかね、うんうん、黒富士は黒いですね、黒ね。続きましょうか、はい。レスリングやボクシングのように、体重制限というものがないから、痩せた力士と山のような大きな力士が対戦することもある。次どうぞ、どなたですか、テレンさんかな、どうですか、はい、力士は一話しよう10日間を、15日間を、15日間の毎日違う相撲、相手と対戦シーン、はい、できるだけたくさんの100戦、うん、うん、さっき言ったでしょ、これ何でしたっけ、ほらほら、白星を上げるように努力するのだ。そうですね、じゃあ次私読みますね、うん、勝負に入るまでには昔から伝えられた慣習通り四股を踏み、四股こうやって最初にやりますね、はい、うん、見たことある四股、はあ、四股を踏み清めのための塩を掴んで土俵上に振りまく、やるでしょ、四股を踏む、まあこの頃はこういうのはひらがなで書くことも、はい、幕内力士の立ち合いの制限時間は4分に決められている。4分なんですね、力士が立ち上がる、立ち上がった以上は力士の足の裏以外の体のどの部分でも土に触れれば負けである。だから足の裏はもちろん触ってますよね、あとはどこが触ってもダメ、勝敗は技によって行司が決める、行司知ってますね、はい、行司いますね、あっという間に勝敗が決定することもあれば、2人の実力が互角、同じぐらいね、互角で2分間も勝負のつかないこともある、うん、2分って結構長いんですよね、うん、審判はほとんどが軍配を手にした土俵上の行司によってされるが、土俵下にも5人の審判委員がいる。行事の審判に不服があるときは、不服どうですか、わかりますか、不服、ちょっと行事の審判がおかしいな、いや自分はこっちが勝ったと思ったのに行事はこっちが勝ったと言った、おかしいと思ったときね、不服があるときは5人の審判委員で話し合い、下にいる審判員ね、で話し合い、ビデオ判定されることもあり、時には勝負のやり直しになることもある。地方に住んでいてなかなか本場所を見に行けない人のために地方巡業が行われる。そこに行くのも無理な人はテレビで観戦するとよい。この頃では外国人にも熱狂的なファンがいる。ここにいますねここ当分相撲の人気は衰えることはないだろう、ですね。その審判委員ですか、はい、土俵に、立ち上がるその審判員ですか、うん、審判人、はい、まあ、その和服の、はい、大抵行事じゃない、行事じゃなくてね、大抵親方が多いんですよね。親方っていうのは自分で部屋を持ってる人ですか、その割に座ってる、うん、そうですね、実際に土俵に、
力士と一緒に入ってる方がなんていう、そういう、ま、いつも回ってる行事、行事、うん、その方がいつも何を言ってるんですか。大体テレビで見ても分からないんです。大体なんかずっと喋り続けて、なんて言う、ね、なんて言って、それその、ね、いろんなこと言ってますよ。例えば頑張ってとか。いや頑張ってはいませんね。何を言ってるんでしょうね。うんとね、あれ面白いですか。何を言ってるよ、さっぱり分からない。あ、そうですか、ね、あの日本人もね、別にそんなに聞いてるわけじゃないんですけどね。面白いですね、そういう、うん、気にしないっていう、うん、ちょっと考えられないですね。なんか録音しとけばよかったですね、それだったら。うん、はい。相撲が好きです。そうね、みんな好きですね。これは相撲だけでもういくらでも授業できそうですね、うん。ここの質問を読みますからね。これ見ないでもいいです。聞き、うん、私が聞きますから答えて、うん。相撲の本場所は年に何回ありますか。6回。また地方巡業はどの年で行われますか。どの年、毎年どの年、都市、ああ決まってない。ああ、そうか、だからね、あ、そうか、うん、同じ漢字、ね、同じ漢字は違うけど、はい、うんうん、名古屋、うん、大阪、まあ、東京も広め、福岡、はい、そうですね、うん。力士になるためにどのような条件が必要ですか。175センチと75キロ以上で義務教育。175センチでしたっけ。173、うん、173センチね、75キロと義務教育を。そうそうそう、そうですね。あの一場所はね、何日間ですか。15日。そう、15日間ね。試合の制限時間は何分ですか。4分です。4分ですね。勝敗はどのように決定されますか。あのね、そのへえ、どうしますね。言い方は難しい。なんかあったんですね。特別に見てもいいですよ。確かに、そういう決まり手っていうか、ね、そういうあっという間にそういう技によって 技ですね、そうですね、技によって決定される、ね、そう。どんな技知ってますか。寄り切り、うん、それから上手投げ、はい、上手投げ、それから何々出し、押し出し、押し出し、はい、上手投げ、突き出しもありますね。何か僕知らないよそれは行事の言うのは分かるでしょ。上手投げ、千代の富士の勝ちとか言ってる、うん、あれは分かりますね、うん、はい、いろいろありますね。あとテレビに出てくるんですね、一応四十八手、あ、出てきますか、うん、四十八手って言ってね、あの48あると言われてますけれども、それから力士が塩をまきます、どういう意味がありますか。なんか宗教的なことがあるらしいですけれども、そういう今説明してあったんです、はい、何でしょう。分かんないね。これね、書いてあったのは清めの塩って書いてあったの、うん、清めというのは、あの綺麗にする、あのクリーンにするって意味ですね、綺麗に。それはもちろん汚い、あの汚れてるからじゃなくて、そのなんていうのかな、精神的にね、清めるという、でもですね、あのレストランの前に入り口に、ね、たまにありますね。同じ意味かな。同じ意味です。が、多分ね、あの日本人はお葬式から帰ってくるとね、あの、塩をまく、あれはやっぱりそういう意味ですね。清めの塩。やはり男だけに力が強いとか、さすが高い洋服は着心地が良いとか、やはり安いものはまずいとか、あのやはりとかさすがっていう使い方知ってますか。聞いたことありますか。はい、よく見た。でもどうやって違いますか、うん、今やりたいのはね、だけにっていうのをやりたいんですよね。なんとかだけになんとかっていうの。例えば、彼はアメリカ人だけに英語がうまいとかね、あるいはね、フランスに留学しただけにフランスの歴史に詳しいとかね、そういうふうに何かした理由があって、ないないだけにと言って後のことを言う、そういう文章があるんです、うん。やっぱりとやはりは違うんですか。同じです。やっぱりっていうのはやっぱり口語ですね。私はやっぱりって言うけど、あの改まった席で言う時とか書く時はやはりと書きます。最近の 若い人たちはやっぱ。そうそうそう。汚い言葉な。そう。思いつくと。そうですね。ちょっと。やっぱ、うん。あのね、日本語はそういうふうにパーとかバーとかね、濁音とかそういうのはあんまり綺麗じゃないですね。聞いてて。ね、何がいいかな。に入るというのでね、あの今月から入試時期に入るとか、冬休みに入るとか、スキーシーズンに入るとか、
入るでもね、うん、ドアの入り口から入るんじゃない入るってあるでしょ、うんうん、始まるという意味、そうそう始まるという意味、例えばどんな文章が作れますか、に入る、7月に入る梅雨が明けます、うん、あ、7月に入ると梅雨が明けます、これから本番に入るこれから本番に入る、はい、そうね、うん、秋に入ってから涼しくなります、あ、上手ですね、に入る、うん、次ね、これはちょっと難しいな、何々する以上は何とかだっていうんで、うん、約束した以上は必ず行きます、うん、ですか、約束した以上は必ず行きます、うん、勤めた以上、この会社に勤めた以上は頑張ってほしい、犬を飼う以上世話をしなさい、そういう何々する以上はという、以上っていうのは普通何々より少し上って意味でしょ、うん、でもこういう使い方がある、以上は、さっきの以上は本文でどこに出てたかな、それ、うん、ありました、よしが立ち上がり、うん、立ち上がった、あ、立ち上がった以上は、そうそう、立ち上がった以上は力士の足の裏以外の体のどの部分でも土に触れれば負けである、もう立ち上がってしまったらその後はというのでね、何かここで切ってその後の時間的な経過、時間の経つことね、いいですか、だからこの場合は約束した以上、約束っていう、まずここに約束したことがあって、そういうことをした後はもう必ずそういうことをしなくちゃいけないっていうね、決意もあるんですね、そういうふうに以上、なんか、あ、彼が外務省に入った以上、あの、中国に行かせられました、例えばね、彼が外務省に入った以上、うん、中国に行きたくなくても行かなければならない、そういうね、なんか強い感じがある、以上っていうのは、うん、何々した以上は何々しなさい、もうこういうふうに決まってるんだからこうしなさい、こう決まってるんだから私はこうします、あの、もう一つの以上はあるんですね、うん、たくさん、おそらく我々がちょっと誤解してるのは、そのもう一つの、もう一つの以上はね、例えば、うん、リオの意味で38度以上になるとお風呂も熱く感じますとかね、そうそう、その以上じゃない、この以上は違う、だからいい、もう、さっき言いましたけど、ここに時間があって約束をするとか外務省に入るとか、うん、なんかってそれより後に起こることに対して強いなんか自分の気持ちで何かする、あるいは相手にそういうふうに進める、そういう時、何々する以上、結婚した以上、まだしてなしている、離婚してはいけないとかね、ちょっと捕まえにくいニュアンスと思うんですけど、そうです、これ難しいです、だからここに出したんですけどもね、ちょっと難しいでしょね、はい、相撲、なかなか皆さん物知りでびっくりしました この後日本事情は日本の歴史、そして日本の文学と続いていきます。日本の歴史はあまりにも長いのでこのモデル授業では取り上げませんが、皆さんが日本の歴史を授業なさるとき特に注意しなければいけないのは、あまり日本人的な考えに立って歴史を教えないということです。大きな目で、グローバルの目で世界の歴史を見たときに、日本人が特に二度の世界の大戦ですね、の中で犯した罪と言ってもいいかもしれない、悪い面も十分に考えて歴史をしないと、特に韓国とか、それから中国の学生から攻撃されることになります。それからまた、あの、原爆の問題もありますね。あれもそのアメリカが落としたというふうに主張しすぎないことですね。ですから歴史の授業というのは、もちろんその日本人の原始時代、一番初めから現在までの歴史を話すわけですけれども、一番大事なのはその現在の日本人の考え方だと思うんですね。その辺のところを注意して授業するようにしてください。さて、日本の文学ですが、この文学も本当に授業すればもっともっと長い時間が必要なんです。例えば一つの作品を取り上げて、例えばですね、芥川龍之介の雲の糸でもいい、何でもいいから一つの作品を取り上げて、それをじっくり読みながら、なぜその彼がこういう作品を書いたのか、その時代の背景は何であったのか、どんな時代にこういうものを書くことになったのか、そして日本人は彼の作風をどういうふうに考えているか、後に与えた影響はどういうものか、いろいろなことが授業できるわけですね。ですからここで皆さんにモデル授業としてご覧いただくのは、本当に外国人がその作家についてどのぐらい知っているかという話し合いだけになります。日本の文学ということですけれども、まあ、英訳されたものでもいいし日本語でもいいですけど、今まで誰か何か読んだことありますか？すご
源氏物語を。源氏物語見ましたか。英語でですか。もちろん。もちろん英語ですよね。日本人だって日本語で読むの大変ですからね。うん、それから、僕もいろいろな作家読んだんです。うん、芥川賞とか、谷沢亜紀とか、まあ、いろいろ。そうですか。では、うん、私もあの日本の文学に興味ありますが、はい、あの三島と川端と、うん、あの谷崎とか、うんうん、かぐったら、森鴎外とか、うん、あ、そうですか、森鴎外も読まれましたか、ええ、で、どう思いましたか。例えば好きな作品ってありますか。そうです、うん、雪国が好きですけど、うんうん、よくね、日本語っていうのはその他の言葉に訳しにくい言葉だって言いますよね、うん、逆にね、他の言葉から日本語には訳しやすいというのは、いろんなニュアンスの言葉があってね、その中から選べばいいけれども、今度は日本語のいろんなニュアンスの言葉を英語にしてしまうとね、一つになってしまう言葉があって難しいってよく言われるんですよね、はい、なんかその辺が雪国なんかね、どうなのかなと思いますけど、雪国なんかだと男の人の言葉と女の人の言葉で会話が随分あるんですね、長い。で、私それの英語を読んだんですけど、全然そのニュアンスが変わってしまうんですね、はい、それも地方の若い女の人のね、優しさとかね、そういうのが英語になると全然ない、はい、だからちょっと私は残念だなと思うんですけど、うん、しょうがないですね。しょうがないですね。翻訳と通訳の、ね、でもそれはどの言葉でも同じ問題やるんじゃないかな、うん、まあ、スペイン語でもそうでしょうね、多分。もちろんですよ。例えばですね、うん、今の世界で流行っているの小説はラティンアメリカの小説、うん、ガルシア・マルケスとかですね、そういう人、うんうん、あ、そうですね、私も100年の孤独すごく難しい、うん、結局、うん、その現象で読むと、うん、翻訳で読むっていう、やっぱり経験が、感じが違うっていうか、自分が同じ本読んだっていうことを言えるかどうかは問題ですね、うん、ただガルシア・マルケスの場合は英語がとってもいいっていう話を聞いたことありますよね。誰でしたっけ、誰からか、まあ、英語の訳がとってもいい、あれスペイン、優れた訳ですね、私は日本語で読んだんですけどね、うん、日本語はすごく読みにくかった。まあ、最後まで読みましたけどね、あの文体がね、あのマルケスの文体がどうなのか知りませんけど、まあとにかく随分翻訳されてますよね最近、日本の文学、あの日本事情に書いたのは最初万葉集なんですけど、万葉集って知ってますか。聞いたことないですか。聞いたことあります。あります。もちろんあります。そうですか。日本にね、文学が誕生したのはもちろん中国から漢字が入ってきてなんですよね。で、その時その漢字は音だけですから、それに日本の意味を入れたりしてね、で、あの万葉集という歌集を作ったんです。それが4世紀頃。それから平家物語って聞いたことありますか、うん、ある。何ですか。それはあの戦争の話でしょ、うん、はい、あの平とか、うん、あのなんて源源、そうそう、源平合戦ですね、うん、日本人ってね、あの負けた人に対してこうかわいそうだなって同情するとこあるんですね。だから平家も負けたでしょ、うん、だからみんな同情したんですね。で、この物語がいつまでも続いたんだと思います。日本永代蔵って聞いたことあります。伊原西鶴って知ってますか。伊原西鶴、うん、全然知らない。私も知らない。あ、そうですか、うん、公職一代女とかね、あの江戸時代のね、うん、町人の生活を書いたものです、うん、これも面白いですよ、うん、大晦日になってね、うん、あの借金してるでしょ、うん、借金って分かる、うん、ね、そうすると大晦日にね、全部お金取りに来るんです、うん、どうやって逃げるかとかね、あの、そういうことは、はい、江戸時代の町人の生活がすごく分かって面白い、うん、その他にもいろいろありますけどね、うんうん、西鶴は案外読まれてないんですね。奥の細道は知っていますか。そう、場所、場所ですね、うん、場所の何ですか。どんな物語ですか、まあ、場所の旅行、旅行ですね、どこに旅行しました。東北地方ですね、うんうん、行った時の句がいろいろ、歌がその中に入ってます、ね、その場所の本はね、世界ですごく有名なので、うん、翻訳したそうですか。三島よりも場所の方が読まれていますか。三島にはですね、あのなんとか、変な日本人、ね、として、うん、あの外人、うん、読むんで、でも私はもっと
元神のことですね、うん、ああなるほど、変な日本人、笑いましたけど、変な日本人ですか三島は。まあ、それは日本の現代文学は ほとんどの有名な作家は変人ですよ。あ、そうですか。谷崎と、うん、夏目漱石はどうですか。彼はちょっと別、彼はちょっと別、あの、芥川も学問はすごかったけど、うん、あのじゃあ普通の人間の感情を表さなかったでしょ、うん、三島も同じ、あの川端、谷崎の、うん、なるほど、うん、芥川の話してたんですけど、ちょっと芥川のとこ書いたんですけど、ちょっと読んでみてくださいね。芥川はあの短編なんですね、ほとんど。芥川龍之介は大正期の代表的な短編小説家です。1916年、24歳の時、花を夏目漱石に認められ、文壇に華々しく登場した。材料として花を取り上げたことが新しいだけでなく、不思議なユーモアがある。これ面白いですよ、花っていうの。読んでください。このあと彼は次々と短編を発表する。羅生門、読んだ人いますか、はい、読みましたか。映画、あ、映画も見ましたね、うん、芋がゆ、雲の糸、この辺読んでますか、はい、第一高等学校時代には英、仏、読、ロ、これね、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語ですなどの文学作品を原書や英訳で手当たり次第読んだことが、手当たり次第というのはもうあるのをそのまま手に取って読むというんでね、うん、彼の旧友に宛てた手紙からわかる。彼の作風にアナトール・フランスなどの外国作家の影響が見られるのはそのためだろう。森鴎外の歴史小説や夏目漱石からの感化も強いと言われる。しかし彼は今昔物語、これあるんですね、今は昔と言ってね、あの書いた、いや、キリシタン文学など未開拓の分野から素材を発見し、芥川は独自の分野を作り上げた。小説家、プロエタリア化するその頃の文壇で、この頃はみんな私小説、自分の周りのことしか書かなかった、ね、あの女の人のこととかね、自分の家族のこととかね。それからプロレタリア化、この頃はもうあのプロレタリアートの時代ですからね、あのみんな左の方に走っていた。そういうその頃の文壇で一人若さに満ちた政策を続けていた芥川も胃を病み、胃を壊したんですね、うん、あの病気になって、神経、頭がちょっとね、うん、神経を病み、ぼんやりした不安から自殺してしまう。私たちの前にいる彼はいつまでも35歳の若さである。彼が望んだ最高の静けさの中で、うん、彼は最高の静けさの中に行こうとした。静かな中で今もいるんですね、うんうん、だから芥川っていうのは日本人にとってはね、すごくなんていうのかしら、多分憧れの作家、うん、いつまでも若くて頭が良くて、うんうん、このまあ読んでください今度、はい、あの、ね、日本語で、ね、頑張って読もう頑張って読もう、そうですね。日本事情の項目ではこの他に日本の経済の特質、例えば高度成長、中小企業、農業と食料の問題、食料ですよ、食料の問題、それから乱獲のこと、200回入り問題など取り上げたい項目です。そしてコンピューターやロボットのことも現代の日本の社会では見逃せないことですね。さて、日本事情のモデル事業を加えたものいかがでしたか。なかなか学生さんたちのレベルが高くてびっくりなさったんではありませんか。このようにディスカッションしながら事業を進める方法をコミュニティラーニングと言います。自分の意見を述べつつ学ぶということですね。日本語の勉強にはいろいろな方法があります。そして初級でご覧いただいたように、初級文型に沿って文法事項を覚えていく方法から、だんだんにシチュエーション、場面の中で使えるようにすること、そして今ご覧いただいたように最後には自分の意見を堂々と言えるような日本語を覚えていくことですね。さあ、今回はこれで終わりにいたしたいと思います。